ここもさ、だから何か最初だったらこちらも多分揺れないですか。はい、終わりました。撮影終わりました。そうそうそう、持ち物は持ち物はマックの中見て、今日のことじゃないです。周りはいいじゃんと思わない。見せてもいい、見てもいいです。あ、もうこっちないですけど大丈夫。今日この絵から、これ何？これはポーチに絶対だから、豚のベルトを買った時についてるけど、いやでも巾着、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 うん、もう持ち上げてます。化粧してても持ち上げてます。化粧の全部持ってます。化粧直してたから、なんかいっぱい入ってる、荷物重いです。なんか見えるかな、ごちゃごちゃ。マリカさんって結構丁寧系バン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 やる。あ、もう心配性なんで、うん、荷物もバンバンやる。なんかもう大きいパックを買っても、うん、その分入れるから結構見える、足りないんですよ。どんなカバンを買っても簡単に持っちゃうんです。これ財布で、え、財布すごい、これやばいですよね。すごい、まあこうやって緑棒とか、とマスク、マスクするためこの状態でやばい。なんか鍵がいっぱいあるね。鍵がすごいいっぱいある。鍵いっぱいあります。 1,2,3,4,5,5 個かな、はい、すごいいっぱいある。どこの鍵を、家3つと、うん、電車の鍵とロッカーの鍵、うん、お、お、すごい。これあれでしょ、これはコロボロしてて、あ、あ、これはなんかガム入ってる。じゃあね、これガム入ってる。開けて、開いてる、開いてます。ガム入ってる、ガムが入ってる、もしかしてガム、あ、そう、こっちのガム入った、はい、これはやばい、ガム一番汚い。これはティッシュ、あ、ティッシュなの、子供のティッシュ、子供のティッシュ、カーズでーす、カーズでーす。これは息子がめっちゃなんかぐずった時に、うん、カーズだよ、カーズだよって言ったら、うん、ここだけあります。すごい、なんか無造作にいろんなものが入ってる。もうやばいです。なんだろう、これ何これ。これは、あの、イヤホン。あ、イヤホンの。なんていうの、すごいね、まあまあ、あとこういう、あ、ハンドクリーム。女子的な。女子力。女子力的なものがいろいろ入って、おりまして、ゴムボール、携帯。なんかだいぶなんか見えるかな、なんかお金が入ってる、ね、汚い、え、やばい、超汚い。パック大きいと汚くなる。そうね、いっぱい入ってるね、すごい。これ何、これはエステでもらった、うん、ウェットティッシュ。いっぱい入ってる、入れ替えの大変そう。これは、うん、お弁当についてきたウェットティッシュ。あ、よしよしよし、ただヘアカラーってこれはリップ、ミックスのリップで、あんま使ってない。これはポーチ、あ、それゴミで、うん、ゴミです。あ、2つとも空いてる、2つとも空いてる、それ分かんない、何なの、2つも入ってる。これはデトックスティーです。お茶を入れてるの、はい、お茶が入ってます。本当だ、これはお湯に突っ込むんですけど、手先で使う、何、あのご飯屋さん行った時にご飯屋さんで、あの、お湯くださいって言って、うん、お湯だけもらってこれこっそり出してくれた。なるほどね、はい、羽田、この前羽田に行きました。羽田に行ったの、あ、でかい飛行機だよね、はい、何だこれ、これから混んでる、あ、多分ポーチの中に入れてたのが、そういう
あ、認可保険検討なんとかしょ。すごい、ありがとう。なんか熱くあるよ。あ、この小銭入れ、ここ何入ってる。これ小銭です。それにこっちに入れちゃってるけど、こっちにも入れるようにしなきゃ。これ使ってる？あ、使ってます。ここに小銭入れると結構便利です。あ、なるほど。これ内ポケットとかそういうのはないから、だから汚れちゃうの。ポンポン入れて。すごい突っ込んじゃう。はい、というわけで。これを取りますか。マリカさんのバッグの中身でした。バッグ中身でした。日本どんなバッグにしても汚くなるの。え、みんな綺麗ですか。まあ、いろいろ。あ、いろいろ。でも今日は特別汚い方でした。お、なるほど。やばい。多分バッグが大きいから何でも突っ込んじゃうんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。